今回、久保哲郎の強みとかにしときましょうか。久保哲郎の強み。まあ、それはやっぱね、情報発信を <laughs> マスターしている。ここに尽きるかなと。要は、どんなことでも、まあ、ちょっとね、今動画撮ってたんですよ。もう40分ぐらいちょっ喋ったんですけど。あ、あのー、動画撮ってましたね。長かった、疲れた。 まあまあ、まとめるとね、捉え方がすべてみたいな、ね、タイトルにしたんですけど、その、見ている情報だったりとか、1日24時間みんな大した変わんないんですよね。まあ1日24時間みんな変わんないし、なんか成功してる人だけすげえ情報を手に入れたのかっていうわけではないんですが、まあ久保さんもね、あのネットビジネスの塾に入りました、教わってること一緒です。ドリームアカデミアも全員教わってること、講義、その人だけ違う講義とかね。 ないですよみんな教わってる情報は一緒なんだけど違いが出るんですよ。それじゃあどう捉えてるかって話ですね。だからみんなの銀行もそうなんだけどみんなの銀行に関しても1500円たかが1500円か知れてるなとそんなのもらってもしゃあねえよって捉えるのかこれこうすればこうなるんじゃないかなっていう、まあ、少なくてもね僕 YouTube で広告入れてますんでみんなの銀行の動画もその制約がなかったとしてもあのそれで数百円稼いでるんで。 <coughs> 多分みんなの銀行でもね、とあの動画で、その広告で、まあちょっと全部データ見てないですけど、確か400円とか300円とか稼いでる動画もありますよ。でコンバージョンしなくてもね、広告で稼いでるって、それで。<laughs> ただそのみんなの銀行がありますよって言っただけで。うん、じゃあその300円を積もってね、まあ、制約がゼロだったとしてもさ、300円積もってね、 えー何個作られたでそれ1万個ぐらいあったら何千万になりますよね 300×1 万で何千万とかになると思うんですよまあこれ計算すれば出てくるわけなんですけどうんで僕の場合はまあこの誰でも分かるようなシンプルな計算方式を僕はやってるんですよねまあ確かに1本あたりの再生数は僕少ないんだけども あのこれだけ動画撮れる人がいないので、まあ、ありとあらゆるキーワードでね10万本20万本撮っていけば、まあ、安定したトラフィックそして安定した収益っていうのは広告収入で見込めるなっていうのは僕は分かってるというか、まあ、僕はそう思うんで <laughs> なんで、まあ、老後の資産じゃないですけどもあの僕の YouTube のアカウントがバンされなければ、まあ、ずっとチャリンチャリン言うだろうなとしかもストック量が半端ないんでうーん そうちょっとね、あのー、なんだ、あの3、4の動画はちょっと非公開にしちゃいましたけども、あのー、なんか電話しましたみたいなね、ただ電話しただけで500円ぐらい稼いでくれてるやつありましたね、500円ぐらい。<笑><笑>動画それ顔出ししてないんですけどね、業者と電話しましたみたいな、電話しただけで500円あざあすみたいな。 あれ、トータル3000円ぐらい、まあ、あの、10本ぐらい取ったんですけど、3、4のやつは。多分トータル2、3000円を稼いでくれてると思いますけどね、広告収入で。そう。だもう、本当に、あの、0ゼロから1で、その企画、アイディア、なんだろうな、あの、それ次第で、いくらでも本当、お金が埋めるっていうのはありがたいですよね、これね。<laughs> 本当、YouTube 万歳ですよ。 Google さんに本当にありがたいなっていう、Google さんがいなかったらね、久保さん今ないですよね。僕,僕も Google さんなかったら今ないですもん。Google さんなかったら広告かけないと多分ね、まあ他のね、ブログとか Twitter とかまあいろんなバイタはも,もちろんあるんだけども、コンテンツビジネスをここまでやりやすいプラットフォームはやっぱ YouTube 以外ないんで、うーん、Google がいなかったら逆に今ないなって。 って思えるぐらい活用してますし、もう無料ですからねこれしかも。<laughs> はい、いってらっしゃい。